はいどうもピョーキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、アンボムアフィッシュ&アスウォンプということで、サムネからはですね、ボム兵の後にプクプクがいて、その後にドッスンっていう印がつけられてるんですけど、一体どういったコースなんでしょうか。まあここでどうでもいいことを言いますと、コース名をピョーキング語に直したら、あポキャン、あタカナ、あ石親父ですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.99% で、このシールダーさんっていう方が作られたコースって僕めちゃくちゃ好きでね、相当なファンなんですよ。開幕サカーラいやまさか速攻で土管からブクブクが出てくると思わないじゃん。そしてボム兵の印があるけど、こっからボム兵のステージっていう感じなんかな。いやこれはワンチャン合ってたんじゃない。これ落ちるしかないよな。それじゃあここは早く行けっていう感じだと思うよ。そして次にメットがあるのか。このメットは被らないでいい。はっ、あっつ、マリオ大丈夫か、今日は冴えてるか。じゃあここは左側でこのトゲゾを被って上に行けっていうことだね。それじゃあ行きますか。まあまあ大丈夫だよこのブラパは。いや本当に大丈夫と思う。こっから上にいやダメじゃねえか。あらなるほどね、ここは右から行けっていうことか。そしたら隠しブロックを出さずに下に行けるっていうわけだね。それじゃあ進んでいきましょう。このクッパクラウンめっちゃ、よし一回ジャンプしてみる。スーパージャンプいや何もないのか、何か出てきてくれよ。それじゃあここの四角の枠怪しいな、叩いてみようか。届きます。あれこれどうやって進むの。ここでピンポンって言われたから先にこっちを叩けっていうことかな。それじゃあここ左を先に叩いてみるよ。そしたらボム兵が爆発して、これはなるほど、スターが出てきてくれるっていうことね。スターはいつも味方で優しいな。じゃあここはなるほどね、オンオフしてすぐ左に行けと、そういうことでしょう。まだここの行き道が全然わかんない。どうすればいいの。一旦下に降りるっていう感じかな。なるほど、そしてすぐに上に行けっていう感じで。はっ、いや合ってんじゃない。このボム兵を爆発させてみる。キャー邪魔くせえこの花。ねえねえマリオさん、いつもドロールコースばっかやってて疲れないですか。かなり命取られてますけど体大丈夫ですか。たまには整体とか行った方がいいんじゃないんですかね。それじゃあ次は絶対に踏まない、ここら辺からジャンプして右に行こう。そしてこの音を踏んでいいでしょ。よしよしよし、それじゃあ進んでいきますか。ここはさ、右にダッシュした方がいいと思わない。右ダッシュ、おしっぱ、それでいける、頼む、常に右ダッシュ、常に右ダッシュ、やったナイス。このハテナ叩いてみる。そしたらこうなる。合ってないのかな。こっから下に行く、左は絶対に行けないもんね。下に行ったらこの豚野郎がそれじゃあここは右ダッシュで合ってるの、合ってたと思う。そしてこのハテナブロックは叩いたらいけなかったんだね。そんで下に降りたらどうなるかなんだけど、この唇植物邪魔で先に進めないよね。叩くのが正解なんかな、叩いてすぐ右に行くみたいな。あなるほど、これでボム兵を左にやればいいんじゃないの。そして右に進めると、さあ行きましょう。ここ一旦ジャンプしておくよ、一旦ジャンプ絶対ダメだこっち。何を持ってくる、死に耐久か。まあまあまだ死に耐久はないよね、チェックポイントも取ってないし。ただね、やられるだけのコースだと思うんですよ。くっさ、もう分かったよ、ここは一旦左を失敗してドクロリフトを抜けなきゃいけない、そして右に進めっていう感じだね。うわここはどうしよう、隠しブロックはないよな。一旦普通に上に行ってみます。そしたらボム兵がいるな、ボム兵を避ける。おお危ねえこっからちゃんとアームに捕まろうか、キャッアームに捕まってはなかったけど、それじゃあ進んでいきましょう。あ中間ポイントくれるんだ。で次は魚の場所っていうことだと思うんですよ。何もしないでそうでしょう。それじゃあこのドアに入ったらすぐ上に行けっていう感じだね。あら上行けないよ、え待っていや分かんねえって、あれ上に行けないんだけど。そんじゃあすぐ左にダッシュしてってみる、これで抜けれるみたいな。なるほどそういうことか。なんだバネ、いつも邪魔しやがるバネ、今日はそんなところに閉じ込められやがって、邪魔ねえじゃこのバネ野郎があ仲間連れてきてんのか
いや、まさかこんなところに魚がいるとか思わなかったな。じゃあ一旦この魚出しておいて、すぐ上に行く。そして左のドア、失礼しました。恥ずかしいとこ撮影しちゃったな。いや、あのドアのところね、バーがあって行けなかったんだよね。なんでジャンプしろっていうことだね。それじゃあ進んでいきましょう。撮影してるバーじゃないぞ。ここは右押しっぱ、それでいい。そしてここは左、ガーン。さすがシエルダースさんのコースだね。マジでうますぎ。ここでジャンプしてキノコを取って右にダッシュ頼む。こっからあのキノコ来てくれとか。悔しい、あの魚も絶対魚買わんわ。それじゃあここは一旦右に行って、この場所に魚来るでしょ。この魚を避けてキノコを取って上に行けと、そういう感じだね。それじゃあ行きますか。左の魚倒していいのかな。絶対倒したらダメと思うけど、倒さなきゃ上に行けないよね。なんで倒して右。頼むって、これ取ったらダメなパターンなんじゃないの。今ブブー言われたもんね。どうなるんだろう。またここか。またその臭い足で踏みつけるんだろ。それか魚か。テレサちゃん、じゃあここは左に上がれっていう感じなんかな。一旦左のこの針のとこ上がって上に行って、そしてオンオフをしろって。うわっ。変な声出た。もうこの場所分かったよ。いや、この場所だけじゃない、このコースの全てを理解しました。それじゃあ進んでいきましょう。ここは、あ、この後ろの範囲や。ナイス。そしてここで一旦チビになって進んでいけと、そういう感じだと思うんですよ。さあ、左のこの枠怪しいな。だいたい予想はついてたんだけどな、あの場所に魚がいるって。そしてあの四角の場所が怪しいけど、一旦叩いてみようか。そして四角の場所に逃げる。これが正解なんじゃないんですかね。絶対来るだよ、鉄球。来るなっつってんだろ。じゃあ、あの四角の枠のところでジャンプしろってことかな。鉄球が来たら、それで一旦避けれるか試してみて。一旦ここでジャンプ。ナイス、こういうことか。そして伝わり方、そうだよな。そしてこのまま左、ギャン。それじゃあ皆さん約束します。今日はもう魚に絶対引っかからないと思います。それだけは約束しよう。もし魚に引っかかってしまったら何でもしたいと思います。石親父、まあ、こっから石親父コーナーってことは絶対魚にもう引っかからないと思うんですよ。そしてここは左で一旦逃げておけっていう感じだったね。はっ、さっきと違う。魚まだいるの。この魚はなしでしょ。それじゃあここは何もしないでいいっていうのが分かったね。いや、さっきと違うやんね、これ。で、一旦ドスを左にやっておいて右に行けと、そういう感じだね。今度は放ちたいか。あのカエル欲しいな。カエル取らして、ナイス。そしてこっからあのファイヤーをどうにかして取るか。バブルが出てくる。バブルは出てこないね。なんでこのまま下に行く。そしてはっ。まあまあずるい、そんなことしないでって。え、ここ左を失敗でいいのかな。右はダメってことはもう左を失敗しかないよね。ただ浮き輪があるからいけんのかっていう話なんだけど。え、ここどうやっていく。あ、わかった。すいません、いつも理解が遅くて。このパックの中にフラワーが隠されてる、そういうことですね。それじゃあ進んでいきましょう。そんでこの氷を溶かしてしゃがんでいくんかな。しゃがんでいく、それで合ってる。そして土管に入る。誰だ、誰が来るんだ。やんのか、このシャンプか。落とすのは虚しいって。それじゃあここは2つ目の砲台だったね。そこで上を失敗したら先に進めるっていう感じか。それじゃあ行きましょう。うわ、針地帯か。ドッスの裏にアームが隠れてるよ。なんで、あのドッスの裏がないか。わが、いや、この上合ってんじゃない。ほら、熱々、やったね、このまま、いい。どっち、上と右、上行ってみる。いけない。っていうことは、左しかないのか。この下は、はい、どうもこんにちは。じゃねえんだよ。いや、でもここのドスの裏当てたのすごくない。今日一の APV だよ。そしてここのドクロリトンでジャンプしろ。あ、なるほど、これで先に進めるのか。さあ、下に右を失敗してもいけないんだよな。どうなる。ここは一旦ジャンプ。いや、合ってる、よかった。この場所に追っておいて、そして下に行ったら先に進めるっていうか。あいつ落とせないかな。ちょっと落とせないか試してみていい。
右に行くんかい。それじゃあここは下に降りて右にダッシュし続けろっていうことだね。そしてモグラを抜ける。さあ行きましょう。右のフラワー怪しいな。一旦隠しブロックないか見ていいかな。いや熱々、これはなかなかいい判断だったんじゃないの。そしてこの四角の枠いや違うんだって。一旦落としておこうか。一旦落としておいてキノコが出てきたね。なるほど、こっから右を引っ張れ、土管に入れっていう感じか。あのフラワー取ってたらどうなってたんだろうね。多分隠しブロックがあったよきっと。そしてここはバブルが出てくるだろう。そうだろう。そしてこいつになる。なんであんたが乗ってんだ右かな、右下この場所に追っておいたら大丈夫みたいな。なるほど、それで先に進めるっていうわけで、さあ進んでいきますか。ギャあの魚マジ大概にしろよなあんたも大概にしてくれよ。この辺で魚が降ってきた。これいいか。へいよしよしよし。さあもうすぐゴール近いと思うんだよな。一旦中あなんでよまさかそこにゴールがあるだなんて思わなかったな。最後に何を持ってくる。死に耐久か。死に耐久がいいな。そろそろ最近死に耐久不足だぞ。誰が出てくる。さあ皆さん、これでもうゴールができるんじゃないんでしょうかとか思うけど、あと一つぐらい罠があると思うんだよな。溶かしすぎたらダメってことかな。なんで一個だけ壊そっか。一個だけ下の方だけ壊してこれでゴールできるんじゃないの。さあ行きましょう。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオメジャーちょうどということで、このコースですね、ツイッターで教えてもらったんですよね。 P スイッチが上下にたくさん設置されてあると思うんですけど、あの P スイッチを全て叩いていけと。そういうことでしょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.55%。 P スイッチが何個あるかだよね。100個100個もあったら僕の腕ぶっ壊れちゃうよ。まあまあ一旦さ、普通に行ってみていいかないや違うんだって。いやこれは骨が折れそうだな。一旦さ走らんで行ってみようか。走らないでいや違うんだっていやこうなるって絶対。走って行ったら絶対 P スイッチ飛び抜かしちゃうよねまあこうなると思ってました。なんで走ったらいけないと思います。まあ歩いていくのは分かったんだけど、あとは連打ゲーなのかタイミングゲーなのかどっちかなんだよね。ちょっと連打してってみようか。連打して連打しちゃうと先に進めんばい。これ次はタイミングよくタン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 っていう感じで行ってみようか。タン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 。あっこれなかなかいいんじゃない。これが攻略法なんじゃないかな。ちょっともう一回やってってみるね。タンタンタンのタイミングでしょ。タン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 。きた、絶対これだよ。ワンツーワンツーのジャブのワンツーのストレート、はいワンツーのストレート、はいワンツーのアッパーカット、もうすぐゴールピオキング、リズムはお母さんに任せなさい。お母さんエアロビ習ってるからね。ワンツー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 。さあ乗ってきたわよ皆さん、ピッチを上げていきたいと思います。ワンツー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 。大開脚どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。